さあ、そうもボコボコです。さあ、ひっこれこれこれ、左腕で引き寄せて、はい、こんにちは、グリードです。今回は新作無料のヒーロー PVP シューターマーベルライバルズのオフラインイベントに行ってまいりました。新キャラクターをプレイしたり、動画の最後には開発者との直接のね、あの Q&A をやったので、ぜひ最後まで見ていってください。まず最初にこのゲームの概要を簡単に説明したいなと思います。あのアメコミの代表的なね、マーベルヒーローを操作しながら戦う PVP シューターになります。見たことがない人でも知ってるでしょうね、アイアンマンとかスパイダーマンですね。リリース日は今年2024年12月6日、対応機種は PC、PS5、Xbox のシリーズ S と X になります。このゲーム、実は発表当初から僕ひっそりとね、今年で一番期待していたゲームになります。その完全新作のゲームとして、っていうのも、まあ僕自身マーベルはまあ人並み以上にはかなり知ってるというか、まあ映画はほとんど見てるし、原作もまあちょこっと知ってる程度なんですけど、まあ超ガチ勢っていうわけじゃないですよ。でも多分人並み以上には好きだと思うんですよ。あのキャプテンアメリカが一番好きですね、ちなみに。はい、特にあの映画のね、ウィンターソルジャーでも完全に惚れてしまったんですよね。あ、まあっていうのも一旦置いといて、実際にゲームをね、流しながら説明していこうと思います。このゲーム6対6で、まあ、いろんなヒーローがね使えるんですけども、このチーム協力ってやつですね、これはですね、指定された組み合わせのヒーローで戦うと特別なスキルが使えるようになるっていう要素になります。まあこれが非常にこう原作再現ができる、要素でして、まあ例えばだけど、こうロケットとグルートの合体技とか、まあこれっていうのがもう原作でこうよくね、二人が乗っかって戦ったりするので、まあそれが再現できるよっていう要素になります。で、今回、まずね、新キャラクターであるキャプテンアメリカですね、前回のテストからなかった前回のテストから追加されたキャラクターになります。はい、連携が有効されましたということで、今回多分味方にいるのソーかなね、雷神ソーの組み合わせで、これですね、キャプテンアメリカの攻撃がこう雷をね帯びるようになるっていうものが追加されてます。で、キャプテンアメリカはこうね、ジャンプだったりダッシュで、基本的に格闘技で戦うんですけど、このシールドねでを投げたりとか、突進、そして防御ですね。まあ基本的にタンクキャラになるんですかね。まあシールドで味方を守りつつ、たまにこう、近接技で殴りかかったりとか、ね、こういう風にシールドを展開させて、で、盾を投げるとね、遠距離攻撃もできるので、でジャンプで、この突進技。こういう風に戦っていくキャラになるんですけど、まあ非常にこうね、原作通りの、戦い方。で、結構ね、あ、これですね、今。これコンビ技になってます、雷を帯びてる盾を投げるようになってるんですけど、通常攻撃は普通だとね、殴るだけなんですよ、キャプテンアメリカ。ただコンビ技を使うと一定時間だけ盾をずっと投げられるっていう要素ね、いう風なスキルが追加されます。できれば無ジョリニアね、4のハンマー持ちたかったなっていうところはあるんですけど、今後アップデートで変わるのを期待してます。はい、でウルトはですね、体力アップ、スピードもアップしてたかな。で、味方の体力もおそらく上がってたと思うんですけども、まあこう味方のウルトと合わせて一斉に攻める時とかに使うと強そうですね。で、敵にこうあのハルクが、ね、いますけど、ハルクはね、一旦体力をね削ると通常の人間モード、人間状態にね、戻ると、ブルースバーナーに戻るという原作要素もあります、ちゃんと。はい、今プレイしてるルールとしては、いわゆるペイロード、エスコートって言われるやつで、まあ目標を目的地まで運ぶっていうルールになりますね。で、僕がプレイしてるのは今防衛サイド、相手が攻撃サイドになります。まあ、ちなみにこれね、実は今最初ボット戦でプレイしてますっていうのもね、キャプテンアメリカね、あの撮ったんですけどね、他のストリーマーの方と対戦して撮ったんだけどね、ちょっと撮れてなくて、後からボット戦でね追加したっていう感じになりますね。はい、次はですね、新キャラのバッキーに行く前にちょっとソーの方をプレイしていくんですけどもね、今回はボット戦ではなく全員プレイヤーです。あのストリーマーさんですね、あのフォートナイトのリアンさんとか、ネフライトさんとか、あとジャンヌさんもいましたね。ラッシュからウィンレッドとかもね参加してて、全員ストリーマーさんの、ガチバトルになっております。はい、今回ソーなんですけども、ソーはハンマーを使って、まあ、殴ったり投げたり空飛んだり、まあ、原作通りの技が全部出せるようなキャラになってます。で、このゲームですね、マップがね壊れるんですよ。ほら
今あの丸いオブジェクトのとこ壊れたと思うんですけどもね、結構マップ破壊描写ってのが多いです。で後ろからこのアイアンマン追いかけてきたのをタコ殴りして、はいレッツゴーね、僕がローでしたけども、調子に乗って突っ込んできたところをハンマーで殴り倒すと、なんかまあかなりパワープレイができるキャラになりますね。でこういう風にハンマーを使ってちょっと中距離の敵も倒せると、あ非常に楽しい。でさっき説明したマップの破壊描写なんですけど、マップによってはこう、破壊したことによって新しいフィールドができるみたいなね、なんかこうオブジェクトは壊れちゃうんだけどスパイダーマンが糸でこう修復して空中庭園みたいなステージになったりとか、そういうマップの変化っていうのも含めて面白い要素になりますね。ハルクもぶん殴って、ウルトはですね空に飛び上がって、雷のハンマーで振り下ろすというウルトかな。なんか空中いる時も雷で攻撃してたような気がするんですけども、まあ、ちょっと完全に僕把握してないかもしれないです。人間になったブルースバーナーをぶん殴ってレッツゴー、コリンキル。スパイダーマンも、あもうボコボコですよ。スパイダーマンは非常に体力が少ない。あこれですね、今スパイダーマンがなんか黒いブニャブニャになっちゃったと思うんですけど、これがですねスパイダーマンとベノムのコンビ技になりますね。原作でもねスパイダーマンにこうベノムが寄生うんぬんとかあるんですけども、まあそのちょっとね再現ができるよっていう。ソーはね非常に体力がね高いのでかなり殴り合えるんですけど、結構ねこう味方さんがね回復をね入れててくれたので、まあそれで生き残れたって感じはありますね。まあ本当にヒーラー役、タンク役、攻撃役っていう、まあ本当役割分担は非常に大事になってきます。そして来ました、これも新キャラクターのバッキーですね。ウィンターソルジャーになります。キャプテンアメリカの親友にして相棒ですね。このキャラクターは体力が低く、攻撃キャラになるんですけど、このショットガンかな、銃を使って中距離攻撃、そして左腕のこの金属のね腕で、敵を引き寄せたり殴ったり、できるんですけどもね、非常に火力が高いですこのキャラすげえ強かったっす、これやばい、これ攻撃力おかしいんですよね。はい、この左腕を伸ばして、まあ、これは原作にはないのかな、ゲームオリジナルの要素になるんでしょうか。で今回ねこのパッドコントローラーでプレイしてるんですよ僕。ただね、まあ、感度が全然合わせる時間がなかったのもあるんですけど、さらにねこのゲームなんかねエイムアシストがドッキン距離しかないんですよ。エイムアシスト本当に中距離エイムアシストねなかったです。じゃあまあ射撃場で確認したらそうでしたね。だから非常に当てるのめちゃめちゃ難しかったですね。感度ただでさえ合ってないのに本当に当てるのが難しくて、こういう風にねさっきから銃でね中距離攻撃してるんですけどもね、めちゃくちゃダメージ出せるんですよこれ。ほらほら減り方おかしいでしょ。ベノムとかソウってね体力が非常に硬いキャラなんだけど、それも溶かせるんですよねこのキャラ。はいバンってこれ左腕で攻撃して、はいナイス。ちなみにこれ今上のゲージ見てください。これエリアね制圧のルールなんだけど、敵のエリアがね今99でもうギリギリでエリアを確保した状態で、ここから逆転したら非常に神試合になるっていうところですね。はいベノムも銃で削って、左腕で削って、逃げるところをなんとかエイムアシストないけど当てていく。さあエリア制圧いいですよ。70対99になるのかな。さあソウもボコボコです。さあこれこれこれ左腕で引き寄せて、そして今ね空中で飛び上がったと思うんですけどね、あれがねこのバッキーのウィンターソルジャーのウルトになりますね。空中から左腕で、ね、こう落ちるというか突撃する。でなんかねウルトでキルするともう一回ウルトが溜まるっていう仕様っぽかったんですよね PV 見たら。ただちょっと今うまいこと機能しなかったかな。はい左腕で引き寄せてダブルキルからの削って削ってロケットと、グルトのコンビ技を叩きのめしてボコボコ4連続キル。99対99、まさかここから逆転するのか、するのかしたーっていうめちゃめちゃ神試合でした。バッキーやば、なんやこれ MVP や。24キル。でもさっきよりは
5000。最後には開発の方と直接ねこう Q&A をするコーナーがありまして、まあ、そのゲームの開発秘話とか、アートについていろいろご紹介していただいたんですけど、皆さんがねこう気になりそうな Q&A をねちょっとピックアップしたいなと思います。まず一つ目、課金要素ですね。サイロックなどの新キャラも発表されたんですけど、新キャラクターは全て無料です。課金要素は、まあ、スキンだけですね。ペイトゥウィンではありません。次2つ目、ランクモードですね。ランクモードはありますと予定されてます。最後チーター対策ですね。こちら僕が質問したんですけどね、まあ、チート対策はもちろんしてますと。で、あの前回のねクローズドテストの時から戦ってますともうずっと戦ってるらしいです。でチートの専門部門も作ってもうずっと戦い続けると、ね、これはねチート対策はやっぱりこう1回で終わらないので戦い続けないといけないですよねっていうのはやはりおっしゃっていて、いくら対策してもねチーターがまた対策してくるっていう、まあ本当にこういたちごっこになってしまうかもしれないんですけど、まあ、頑張りますとおっしゃっていました。最後にこのゲームのね個人的な感想を喋りたいなと思うんですけどもね、まあ全体的に非常にクオリティが高くて面白かったです。まあ、もちろんキャラクターのデザインはもう本当ね世界的に有名なあのマーベルのヒーローたちなので、まあ、間違いないですし、やっぱこうキャラクターのこう今後追加されていくデザインとしてももう存在しているっていうところが非常に強いなと思いましたね。キャラクター人気もすでにありますし、ゲーム自体の難易度は他のいわゆるこう PVP のヒーローシューターに比べて少しカジュアルになってるかなぐらいですね。そんな超カジュアルっていうわけではないです。そこはやっぱりねヒーラー役はちゃんとヒーラーしたりとか、ね、キャラクターのこうなんでだろう、まあ、役割分担っていうのはしっかりしないと、まあ、勝つのは難しいところではあるんですけど、まあ、他のと比べると少しはね難易度は下がってるかな、カジュアル寄りかなとは思います。まああとはリリース後のこうねアップデ頻度だったりねそういうところだと思うので頑張ってほしいですね。マーベルライバルズは12月6日リリース予定です。 PC、PS5、Xbox で、リリース予定。 Steam もねウィッシュリストに追加ぜひよろしくお願いします。僕も今回ね非常に楽しみなので一緒にリリースしたらプレイしましょう。ぜひコメント欄にて感想とか、気になるところねコメントしてください。お疲れ様でした。